はい、皆さんこんにちは。肌の再生医療の北条元春です。ですね、これ美容医療をやって、私専門が、まあ、熱傷治療ということなんで、まあ、熱傷の治療しかやってこなかったんですが、まあ、もちろんその肌の再生医療ということで熱傷用の培養皮膚治療が、まあエイジングしたスキンの治療にも応用できるということで、そこから美容の世界に入ってきたんですが、ある特徴があるなというふうに感じてます。まあ、結構な割合ですね。まあ10人いたら 7,8 人ぐらいは目の周りのエイジングが気になるということを言うんですね。で、口の周りのエイジングが気になるという人もやっぱり 7,8 割ぐらいいる。まあ、あのフェイスラインが気になるという人もいるんですけども、全員が全員ではないんですよね。で、やっぱりとっさにすぐ出てくるのは目の下とか目尻というキーワードがかなりの割合で出てくる。で、どうしてその気になりやすいのかっていうことをこうディレクターから聞かれて、まあ、それを動画に撮りたいということなんですけども、大脳生理学というんですけども、認知生理学と言ってもいいかもしれないですね。人が人を見た時に、人として認識する。多分人が犬を見ても人とは認識しない。それから猿を見ても人とは認識しない。なかなか語弊があるんですけども、男性は男性として認識するし、女性は女性として認識する。まあそれはメイクの方法とかいろいろな服とか、それから顔形もあるんでしょうけれども、基本的にはそういうふうに認識する。それから10歳の人を80歳のおばあちゃんと認識しない。80歳のおばあちゃんも20代には認識しない。こういうのを、まあ、大脳皮質が判別しているんですけども、その時に一つとして、やっぱりその大脳生理学で、おばあちゃんの写真を見せたりとか、それからおじいちゃんの写真を見せると、やっぱりその活動している電位の部分の大脳皮質でちょっと微妙にずれるらしいんですね。どういうことかというと、おばあちゃんの顔だけに反応する細胞があったりとか、おじいちゃんの顔だけに反応する細胞があったりとか、もっと発展していくと目の周りだけに反応する細胞であったりとか、そういうような細胞がそう役割分担を担ってるらしいっていうことが、私が学生の時には習ったんですね。まあ、おじいちゃん細胞とかおばあちゃん細胞って言うんだよ、へへへみたいなことで、神経生理学の先生が言ってたんですが、多分ですね、人間の脳の大脳皮質っていうのは、目として認識するんだけれども、これはどんな感じの目かっていうことを認識する細胞群っていうのは非常に多いんじゃないかなと思います。大脳皮質ですね。逆に、おでこを認識する細胞っていうのはそんなに種類がないんじゃないかなと思うんです。で、何を言いたいかというとですね、目の周りを判別する細胞っていうのは個人識別とか集団として生きていくときに、個体を識別するときにやっぱり一番の標的になってたのが目の周りだと思うんです。よく目を見て話すとか、人の目を見ろとかよく言うんですけども、そういうようなことっていうのはやっぱり大脳皮質が目の周りの細胞をこう類型化して認識するような、まあ、反応するような細胞が非常に多いんじゃないかなというふうに、これ勝手に私の想像なので学説でも医学的なことではないです。まあ、学生時代に、まあ、大脳生理学の先生が言ってたおじいちゃん細胞、おばあちゃん細胞とか、まあ、その先生がいいこと言っていい女細胞とかまあそんなことまで言ってる面白い先生だったんですけど、まあ目の周りに関してもそういうような細胞がいっぱいあるんだなと思います。自分自身の目の周りを見るときも、他人の目を見るときもですね、いろんな情報があっていろんな思いがあるんじゃないかなというふうに思います。ですので、アイメイクっていうのは一つの独立した、まあ手法になってますし、逆に言うとその目の周りのエイジングっていうのは非常に敏感に自分自身も周りも気づく。なので、目元のシワがどうしても気になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。ただこれはですね、まあ、大脳生理学とか神経生理学を習ったそういうバックグラウンドの上でのバイアスがかかった意見ですので、まあ、当たらずとも遠からずみたいな面白い話、都市伝説の一種と考えてもいいんですけども、まあ、そんなようなことでみんながその元々本能的に目の周りが、気になりやすい大脳皮質を持ってるとは思いますけどね。はい、うん、ありがとうございます。はい、いや、確かに私もですね、ビフォーアフターの動画をこう編集をしながら、うん、まあ、ほうれい線が気になる方っていうのはもちろん多くいらっしゃるんですけど、絶対に目の下、目の周り気にする人がもう圧倒的ですね。多いですよね。うん、4つほど今回、うん、まあ、症例といいますか、うん、をご用意させていただいたんですけれども、うんうん、この人なんかやっぱり目の上のくぼみがすっきりと取れて、目の下の、まあ、眼下内脂肪の突出も抑えられてきて、シワシワ
とした感じも抑えられているので、目だけをこう比較してみるとなんか若返ったような感じにはなってますよね。そうですよね、うん、もちろんほうれい線もかなりこの方薄くなっててっていうところは、そうですね、でもパッ、はい、まあ、この人の場合にはパッと目に行くのがほうれい線目の下だと思うんですけど、まあ、逆に言うとおでこを見てもね、おでこも良くなってるんですけどね。そうですね、あと同じようにやっぱ口元もね、やっぱりその人間が人間として認識するための、はい、一つのパーツ、キーのパーツにはなってるとは思うんだよね、はい、口元、目元っていうのは。ああ、そうかもしれないですね、うん、次の方がですね、特に笑った時に目尻の下が出やすいじゃないですか、うん、出やすいですね、かなり薄くなったなっていう、なんか、そうですね、そうですね、この人もやっぱり動画としてアップされてるんですけど、はい、すっごく目尻のシワっていうのが取れてますよね、はい、でボトックスとかでやる場合にはもう動かなくなってシワが取れるのではなくて、動いてちゃんと目尻のシワを寄せてるんだけれども、シワが寄らなくなるっていうのがこの治療かなと思いますけどね。この方がですね、54歳の方なんですけれども、うんうん、目の開き方が全然違うなと、うん、そうですね、まあ、錯覚的なところもあるんでしょうけども、目の大きく見える見えないっていうのは、目の上のくぼみがあると、同じ幅でも目の上のくぼみがあるとどうしてもちっちゃく見える、それから二重があると同じ県列でも大きく見えるっていうのはこう錯覚としてあるんですね。どういうことかというと、一重まぶたの人って上は一重しかないので、これを目の玉ってっていうふうに認識するんですね、はい、でここにこう二重のこの線があると錯覚としてこれを目の玉と認識するんですね、はいはい、でこれがくぼみとして開きすぎると、今度はこれが相対的に狭く見えちゃう、うん、基本的に測ってみると同じなんですけど、はい、目の上のくぼみがなくなることによって目が大きく開いて見えるというのは、一重の人を二重にすると同じような、まあ、目の錯覚なんだけど見える、はい、それからこの人、まあ、アフターの方で多分その、はい、まつ育をしてるのかどうかよくわかんないんですけど ね、 ああ、まつげもこう上の方に向けると、そのまつげの部分も黒目の目の玉の一つとして錯覚するので、結構錯覚するっていうのはあるんですよ、まつげを上に向けるとか、はい、で二重っていうのは基本的にその限界値があって、あんまり幅が広いと、まあ、目の上にくぼんでるみたいになると逆に目がちっちゃく見える、であんまり一重のように幅が狭いと狭く見えるみたいなところがあって、ちょうど港くんぐらいの目の二重が一番いい感じの二重だったんです。本当ですか、うん、一番いい。すいません。女性だと一番いい感じの二重だと思いますね。ありがとうございます。はい、そうなんですね、はい。最後、4人目の方。目の上、そうですね、そして目の下、うん、両方とも良くなってるね。変わって、まあ肌のなんか色艶も全然違うなっていうような印象は、うん、そうですね、まあ、ただまあ、具体的に今最初にも言ったように、はい、パッとした印象で全体としてディテールはやっぱり大脳皮質では判別しないんですよ、はい、これもですね、目の周りに対してパッと見た瞬間になんとなく違うのをこう後から理由付けすると、目の上のくぼみがまずなくなってます、はい、両方ともですね、で目の下のくぼみも なだらかになってます、はい、で、目の下の小じわもなくなってきてるんですね。そうですね、だからこれ全体としてはこう見ると若くなったように、でこう交互に見るとよりもビフォーの方だけをずっと目周りを見てて、アフターの方に目を移してずっと見ると全然違ってくる。全然違いますよね、うん、本当に5歳10歳言ってますよね、写真じゃないかっていうぐらい、うん、この4名の方の動画は概要欄にもリンクを貼っておくので、ぜひ気になった方は ね、その途中経過であったりだとか、まあ、一番いいのが実際に喋って動いてるのを見るのが一番いいと思うけどね。そうですよね、うん、静止画ではなく動いてる中でどういうような変化があったかっていうところももしかしたら面白いかもしれません、動いてても全く自然で変なようなものはないですのでね。はい、皆さん、いかがでしたでしょうか、今日はですね、神経生理学みたいなものを持ち出して、目の周りをなぜ気になるのかみたいなことを、これ勝手に私の
独断と偏見ですので、まあでも多少は科学的なベースが入ってますけども、今日はどうして皆さんはエイジングしてくると目の下が気になるのかということをお話しさせていただきました。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったら今日高評価の方とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。